皆さんおはようございます。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログですけども、ライバルを意識していますかというテーマでお届けいたします。意外だと思われるかもしれませんけども、中小零細のですね、メーカーでの、商品開発はお客様不在、ライバル不在で行われることが多々あります。例えば試作品ができた段階でお客様となりうる可能性の高い人にですね、意見とか感想を聞かないということが代表的な例です。当然ですね、新商品のコンセプトなどを立案する際も競合の商品をリサーチしていない、または、お客様にですね、改善点、ニーズを、いわゆるニーズと言われるものを探るというリサーチをしてないということですね。これは信じられないかもしれないんですけども、よくある話なんですね。例えば社長の一声だけで開発する商品の方向性が決まることもあります。いくつか出ているですね、商品開発候補のアイデアとかコンセプトの中から商品化する一つを選択するという際、社長の好みとか趣味で決まることも多々あります。特に中小零細企業の場合、社長の感覚主導で決定されることが非常に多いのが現実なんですね。実は先日もこんなことがありました。ある会社に私が行ってました。そしてその会社の商品開発担当者数人がその場にいらっしゃいました。そしてテーブルの上には試作品が置いてあります。商品開発担当者数人はですね、デザインとかカラー、そして触って質感などをチェックしていたわけです。話をですね、聞いてますと思い通りにできたようなんですけども、どうも歯切れが悪い感じだったんですね。で、よくよく聞いてみたらですね、いいのか悪いのか、ちょっと判断に困っているということだったんです。さて、なぜ判断に困っていたのでしょうか。これよく考えてみるとわかるんですけど、理由は簡単なんですね。比べる対象がないんです。人間は比較すること、つまり相対的に判断することがほとんどです。商品とかサービスを購入する際、絶対的な基準で判断することはまず考えられません。もちろんこういうことはあります。あるブランドの商品だったらとにかく全部買う。そういうことあるかもしれませんけども、ほとんどの場合はですね、いくつかある商品とかサービスの中から目的とか好みを基準にですね、相対的な判断をしているはずです。さて、この会社で私が行ったこと、この試作品と一緒に競合の商品をテーブルの上に並べてみました。こうすることでですね、比較するということが簡単にできるんですね。さて、今日の本物の商売を目指すポイントです。商品開発で特に大切なことは現場感覚。特に一般消費者向けの商品の開発では現場感覚がとても重要なんですね。通常、一般消費者向け商品はですね、小売りの実店舗またはネットショップなどで販売されています。ですから数多くの競合商品と一緒に陳列されているわけですね。あなたの会社の商品だけが陳列されているってことは稀だと思います。つまりお客様はですね、あるカテゴリーの商品の中から一つの商品をチョイスする、選択します。ですからお客様が購入する現場、つまり小売りの実店舗とかネットショップのホームページで競合商品の見せ方などをリサーチすることがとても重要になってきます。例えば、あなたが洗剤メーカーのスタッフだとしましょう。大手のスーパーとかホームセンターでリサーチを行いました。競合商品のパッケージに貼ってあるラベル、原色を使った派手な色使いになっていました。そして、強力な洗浄力を訴求したキャッチコピーがラベルには書いてあります。
あなたの商品が競合よりも強力な洗浄力を持つのであれば、洗浄力の素晴らしさを訴求しても OK です。しかし、競合よりも洗浄力が劣る、または同じぐらいだったら、違う訴求方法を考えた方がいいと思います。例えばこういうことです。洗浄力を訴求するのではなく、手が荒れにくい、イコール手に優しいということを訴求して、ラベルの色使いも原色ではなく、健康的なですね、中間色を使ったりする。これはパッケージだけではなくて、ポップなどの販売促進ツールにも言えることです。小売店舗の商品を陳列する棚を重機、いわゆる重機って呼んでます。そして重機のですね、棚のどの場所にどの商品を陳列するかを決めるのを棚割りと呼びます。とにかくあなたの会社の商品はどの棚割りのカテゴリーで、上下左右の隣にはどのような競合商品が陳列されているのかを把握することが大事です。隣の商品を見ればですね、対処の方法、つまりどんな訴求の仕方をしたらいいかも見えてきます。実はこの考え方、商品だけではないんですね。新聞広告とか新聞折り込みチラシにもこれは言えます。新聞広告であれば、ある程度ですね、広告のデザインができたら、実際に新聞を広げてですね、紙面にレイアウトしてみます。この作業をすることで、まず目立っているのか、文字の大きさは適切なのか、好感が持てるのかなどがですね、他の新聞広告との比較の中で見えてきます。新聞折り込みチラシも同様です。これもですね、チラシのデザインがある程度できたら比較してみます。例えば、あなたが火曜日に折り込みチラシをやりたいと。であれば、直近、先週の火曜日とかね、先々週の火曜日に折り込まれたチラシをまず用意します。その中にある程度出来上がったあなたのチラシを混ぜてみるんですね。入れてみる。そうすると、こうすることで目立っているのか、文字の大きさは適切なのか、色は本当にこれでいいのかなど、他の新聞折り込みチラシとの比較でおよそ分かってくるわけですね。もしかしたらこれは目立ってないんじゃないとかね、字はもうちょっと大きくしないと手に取ってもらえないとか、いろんなことが分かります。同様に名刺なんかも同じことが言えます。名刺はもらったら、ほとんどの人が名刺ホルダーに、収納すると思うんですよね。で、多くの名刺の中で素早く発見できるような工夫はあるでしょうか。これもある程度名刺のデザインができたら、実際に名刺ホルダーの中に入れることでわかります。このようにですね、比較するような状態に持っていく。そうしたら自分のポジションが非常に明確に見えてくると。これはね、コンサルティングも実は同じなんです。クライアントの社長の話を聞くにしても、会社にお伺いして聞くのと、会社の外で会って聞くのでは全く違います。そもそも、会う場所によってですね、格好が違うという場合があるんですね。会社では作業着姿、しかし外ではスーツをビシッと決めてる社長さんも多くいらっしゃいます。つまり、格好を変えるってことは、意識がですね、よそ行きになるってことなんですね。ですから、なかなか本音も出にくくなると。商売は現場を見ることからスタートです。どんなに資料を読んだり、動画を見たりしても、きっと10%も理解できないと思います。今日も最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。